まあ、イギリスのマウントストリートの最初に作りさせていただいたマッキントッシュを、まあ、作る段階で、まあ、スタッフの皆さんとその当然東京でのプロジェクトっていうものを視野に入れながらデザインを考えてきたわけですが、マッキントッシュの持つ、本当に長い歴史の中で、フラッグシップショップがそのマウントストリートと、まあ、この東京にできたわけですけど、今まで店がなかったっていうのはすごく不思議で、その、まあ、重圧みたいなことは、まあ、僕の中ですごく強かったんですが、逆にそれを楽しむようにですね、ブランドの最初に話をいただいた時にファクトリー見せていただいたりとか、今までの僕が持ってたマッキントッシュのイメージみたいなこと、まあ、そういう思いの丈を僕が何か、新しくオリジナリティを出すってことではなくて、マッキントッシュというブランドはこうあるべきだというものをすごく素直に表現したかったんですね。なのでマウントスイートのお店は、まあ、その場所のムードであったりとかマッキントッシュの歴史であったりとかそういうものに、まあ、身を任せる形でできたんですが、この東京でのお店、青山でのお店っていうのはそれをこうしっかりパッケージとして、届けたいと思ったので、いろんな、まあ、僕の中で贅沢にいろんな要素を詰め込みたいと思ったんですね。である種のその王道感というか、すごく長い歴史をお持ちのブランドの王道感をちゃんと伝えたいという気持ちと、そのブランドとして実直にその一つ一つ手作りで出来上がってきているプロダクトのファクトリー感というか、そういうものを同時に表現したかったので、このまあ2層のフロアを使わせていただいて、1階のウィーメンズと2階のメンズを、まあ、両方味わっていただいた時に初めてその全体感が分かるような、そういうお店にしたかったんですね。なので、まあ、非常にこう無理を言わせていただいて、まあ、外観から全部、まあ、作り変えさせていただくような形で、まあ、外観からお店の中に入ってこうやって回っていただくと、まあ、もちろん東京ではあるんだけど、まあ、イギリス、まあ、ブリティッシュのそのブランドみたいなことを、東京に行くことを忘れていただくような、そういう完成度で店を作りたかったっていうのが今回の、まあ、僕の思いですね。なんで本当ディテールとかマテリアルとかライティングにおいて家具においても非常にこう細かいところまで、まあ非常にこう検証を重ねた上で現場にも何度も足を運んだりとか、非常にそのマウントストリートのに合ったディテールをあえてこっちに持ってきたりとか、そういうその2つのお店のちゃんと連動したところであったりとか、そういうこともこだわりながら完成したお店です。